正岡宏です。2002年2003年のパリダカルラリーのチャンピオンです。僕はですね、本当小さい時からやっぱり車がもう大好きで、で広大なね広場で車を運転しての仕方を覚えたんですね。それが10歳ぐらいの時だったと思います。やっぱり何でもそうですけど、スポーツっていうのはやっぱり早く始めれば始めるほどやっぱりそのいろんなその吸収力があると思うんですね。ですからなるべくその例えばカートにしろポケバイにしろ、小さい時からそのモータースポーツを始めるっていうのがやっぱりすごく大切じゃないかなっていうふうに思いますね。それとやはりモータースポーツってその車を操ることもそうだし、例えばラリーなんてその路面がいつもこう変わってくるわけだし、やっぱりその自分の持てる能力をもう最大限こう何ですか、上げていかなきゃいけないですね。例えばその 予測だとか、もちろんそのドライビングスキルもそうだし、僕は例えばその目にすごくこだわって目のトレーニングをしたり、3年間フランスでメカニックの修行をして、その車の構造を全て覚える。やっぱりそのできることはやっぱりこう全てね、このラリーのために、僕は寝てる間もそうですけど24時間、ずっとねこう考えて、やはりこう勝ちたいというその夢を叶えるためにずっと頑張ってきた。それとね、やはり負けず嫌いなんですね。やっぱりもう負けるともう悔しくて悔しくて、もうずっともう涙出てきちゃうし、でやっぱりその負けないために何をしたらいいか、やっぱり常にこう次の行動、こうしてですね、アクションを起こして、それでずっと克服してきた、その僕は結果だと思います。ラリアットスピリットオブコンペティション。